情報セキュリティマネジメント試験令和元年秋午前問2について説明していきます参加組織及びそのグループ企業において検知されたサイバー攻撃などの情報を IPA が情報ハブになって集約し参加組織間で共有する取り組みはどれかというところでこちらの方は以前の動画の方で説明していますのでそちらの方をご参照ください j h i p について説明していきます まず JSIP とはサイバー攻撃がもしあったりしたら IPA に情報を集約して IPA を中心に必要な組織に周知するようなイメージになりますでこちら JSIP というところはイニシアティブフォーサイバーセキュリティ a インフォメーションシェアリングパートナーシップオブジャパン長いですねこちらの頭文字をいい感じにとって JSIP と名付けていますで、IPA のこちらのホームページの方にも詳しい説明があります。今言ったように、こちら IPA が各企業などから情報を収集して、そして相談窓口になって、まあ、ハブですね、集約拠点、情報ハブとなって、サイバー攻撃の実態調査をするような感じになります。で調査依頼は各専門組織にやってもらったりします。 そして国経済産業省などと情報連携をしながら JSIP メンバーとも個別相談して一般企業や個人などに対して緊急対策情報などや対策の整備などを行っていくような感じになりますですので私たちの一般企業や個人からもこの届け出相談というところを IPA にする窓口がありますのでもし サイバー攻撃にあったということだったらこちらの j シ i p の仕組みを思い出しましょうそして情報セキュリティマネジメント試験の令和元年秋午前問いにでもこちらの j シ i p の方が問われていますその他情報処理安全確保支援士やその他の情報処理試験でも出るような問題になります参加組織及びそのグループ企業において 検知されたサイバー攻撃などの情報を IPA が情報ハブになって集約し参加組織間で共有する取り組みはどれかというところで今説明した JSHIP になりますこのチャンネルでは情報処理技術者試験で問われる IT 用語を中心に分かりやすく動画解説していますこれからも解説動画を増やしていきますので 高評価、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。過去動画検索には、マサルの勉強部屋様とコラボ作成しています IT 用語動画辞典をご活用ください。概要欄にリンクを貼っています。ご視聴ありがとうございました。